オームとは、イギリスのサラブレッドの競争および、シュボバである。父は、イギリス三冠馬オーモンド、母は、セント・サイモンの、前姉アネ・アンジェリカという血統で、競争馬時代はクラシックには縁がなかったものの、エクリプス・ステークス連覇などの成績を残した。特にシュボバとしての成績が顕著で、イギリス三冠馬フライング・フォックスなどの父となった。オームは、 チスターのイートンスタッドを所有する初代、ウェストミンスター公爵、ヒューグ・ローブナーのもと、ニューマーケットにある、ムールトンパドックで生まれた、競走馬であった。父は、ウェストミンスターの所有していたイギリス参観馬、オーモンドで、オームは、その初年度産区に当たる。オーモンドの父ベンドアもまた、ウェストミンスターの持ち馬であった。一方の母アンジェリカは、未出走に終わったガロピン3区の牝馬で、オームは、 その5番目の子として生まれた。オームは、ウェストミンスター所有のもと、その父オーモンドも担当した、ジョンポーター長教師へと預けられて競争馬となった。デビュー戦は2歳になった1891年7月の末、グッドウッド競馬場で行われた、リッチモンドステークスで、オームはこれに快勝初出走を初勝利で飾った。以後も、快勝劇を繰り広げ、 ミドルパークプレートやデューハーストプレートといった2歳戦の大競争に優勝、唯一コバを相手に競争したランカシャープレートこそハンバ審査の2着に敗れるが、同年は6 0 0勝で8174ポンドの賞金を稼ぎ出した。この圧倒的な強さに、オームは翌年のクラシック戦線の最有力候補として目されていた。しかし2000ギニーステークスの数日前になって、 オームは体調が急激に悪化した。当初は死根の応用が疑われたものの、対処しても体調は改善しなかった。そこで別の獣医に診断させたところ、オームが水銀中毒に侵されていることが判明し、何者かに毒を盛られた可能性が発覚した。このため春のクラシックは断念せざるを得ず、代わって両腹フレッシュがダービーステークスに出走している。 急車総ででの熱い介護により健康を取り戻し、3ヶ月後にはエクリプスステークスで競争生活への復帰を果たした。この競争でオームはオルビエトという馬を首差で負かして優勝。力が失われていないことを見せつけた。翌戦のサセックスステークスも解消し、秋になって最後のクラシックのチャンスとなったセントレジャーステークスを迎えた。スタートから戦闘を確保していたものの、 セントレジャーの長丁場にオームはスタミナを使い果たし、残りにハロンというところでずるずると交代し始めた。結果、優勝したらフレッシュに大きく遅れてのゴールで着外に沈んだ。一方で、マイルから中距離にかけての競争では依然として圧巻の強さを見せた。同年はこの他にニューマーケット競馬場で4勝を挙げており、その中にはチャンピオンステークス価値も含まれている。 そして、スイープステークスで2着になったのを最後にこの年の競争を終えた。オームは、翌年も競争に使われ、アスコット競馬場のロースメモリアルステークス、グッドウッド競馬場のゴードンステークスに優勝、さらにエクリプスステークスの連覇を達成した。ゴードンステークスやエクリプスステークスは、かつての同僚にして、クラシックホースのラフレッシュを破っての勝利でもあった。 しかし連覇のかかった。引退後は、故郷のイートンスタッドに戻り、シュ場バとしての活動を始めた。滑り出しは、今一つであったものの、不遇を囲った父とは違って、最終的には、クラシック優勝馬3頭を出す大成功を収めた。オームは18年のマシュ場バとして強要され、その間に送り出した3区の総獲得賞金は122,568ポンドに、上った。 1899年には、イギリスのリーディングサイアーを獲得している。1899年に、ウェストミンスターが死去すると、彼の持っていた馬の大部分は、競売にかけられた。サンクのフライングフォックスなどもこれで売り払われているが、オームは、ウェストミンスターの意思により、牧場に止められ、その後は、彼の孫である、第2代ウェストミンスター公爵ヒューグ・ローブナーの所有の、 元で余生を過ごした。1912年に種ボバを引退した。晩年は歯を悪くしたことから体調も次第に悪くなり、1915年9月17日に26歳で死亡した。意外はイートンスタッドの墓地の母アンジェリカと祖父ベンドアの隣に埋葬された。代表産区として最初に名の上がる馬が1896年に生まれた。 ボバフライングフォックスである。グローブナー所有の下で2歳児から活躍し、ついには史上8頭目のイギリスクラシック3冠馬となった。また、グローブナー没後にはエドモンブランに購入されてフランスに渡り、そこで種ボバとして成功、アジャックスなどを送り出した。1904年生まれのボーバ、OB は1907年のダービーステークスの優勝馬となった。 アイルランドでタネボバ入りすると自身の価値案と違って短距離からマイルで活躍するサンクを多く排出した。代表的なサンクに千儀ニーステークスを制したディアデム、クイーンメアリーステークスなどに勝ったフライングオーブなどの頻馬がいる。後継ュボバのザボスと共にその不景を広く伸ばしたが現在ではすでに耐えている。この他のンクとして千儀ニーステークスに優勝したウィッチエルム、 プリンス・オブ・ウェールズ・ステークスなどに勝ったバモーズなどがいる。後継種母場としては、上記のダービー馬2頭が枝葉を広げ、特にフライング・フォックスの付景は、現在のテデ,ディ系までつながる大きな流れを形成している。詳細は、オウム系の記事も参照のこと。当時は、グループ性未導入1891年6戦5勝リッチモンド・ステークス、ミドルパークプレーと、 デュハーストプレート2着、ランカシャープレート1892年、エクリプスステークス、サセックスステークス、チャンピオンステークス、グレートフォールステークス、ライムキルンステークス、サブスクリプションステークス2着、スウィープステークス1893年、ロースメモリアルステークス、ゴードンステークス、エクリプスステークスハハアンジェリカは、未出走場で、セントサイモンの前姉であった。 前提セントサイモンと同じくハンガリーのオーナーブリーダーバッチャーニングスターフによって生産された競争馬であった。1880年にイヤリングセールに出品され、50ギニーでテイラー・シャープという人物に購入された。同志のもとで繁殖入りし、2頭の牝馬を生んでいる。1886年、6歳の時にアンジェリカは再び売りに出され、これをエストミンスターが購入した。 この時身を持っていた産区は、ブルーグリーンと名付けられ、後に、クリテリオンステークスとクイーンアレクサンドラステークスのに、競争を制している。ありがとうございます。